おごととおごとの共存を目指せ、2種類お風呂があるおごと温泉。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。こちらは琵琶湖大橋です。県面積の 17% を占める琵琶湖は南北に長く、反対側に回るには長浜市まで北上するか、草津の近江大橋、国道1号まで南下するか、この琵琶湖大橋を渡るかになります。この橋ができたのは1964年。それ以前は対岸に行くのは苦労したのでしょう。急がば回れのことわざの語源となったのもこの琵琶湖で、その当時は旧東海道しか道がなく、瀬田川に架かる唐橋でしか渡れませんでした。その代わりに現在の近江大橋付近に渡し船があったそうです。もののふの、矢橋の船は早けれど急がば回れ、瀬田の長橋という歌が急がば回れのことわざの由来で、比叡山から吹き下ろされる突風で船で渡るのは危険が伴っていたんだとか。このように反対側に渡るのも命がけだったんです。でも今は80円で対岸に渡れます。この琵琶湖大橋は徒歩で渡れるのが良いですね。このように渡れるようになったので、東側の人が西側に行けるようになったわけです。橋ができた当時、こぞって西側に渡ったのでしょう。西側にはおごと温泉郷という温泉地があります。温泉自体は平安時代からあり、湯治場として開湯したそうです。大正になり、おごと駅ができた際に開発が始まり、温泉郷を名乗るようになったそうです。本日はそちらにお邪魔します。こちらはおごと温泉観光公園です。こちらでは無料で足湯に浸かれます。歩いた旅の疲れをここで癒せるんです。車で来ています。本日はおごと温泉に泊まりたいと思います。そのため宿泊先を探します。でも、見つからないんです。基本的に旅館は一人で泊まるところではなく、家族やカップルで泊まる、つまり宿泊は二人以上が基本のようです。それと旅館は夕食や朝食がついてきます。今から予約する人に出す食い物はないのです。基本的に高級旅館は前もって予約をしておくもの、つまり泊まれるところがありません。2名分の費用を払えば予約できるっぽいですが、それだと高いです。そのため温泉に泊まるのは諦めます。旅館に泊まり、ピンクコンパニオンを呼んでどんちゃん騒ぎをしたかったのですが、それが叶いませんでした。しかし、泊まれなくてもおごと温泉は願いを叶えてくれるんです。無料案内所です。シャッターが閉まっていますが、こちらでは観光や旅館を案内してくれるようです。そして特殊浴場という文字も。そうです、おごと温泉はその手の店も多くある地域なんです。おごと温泉は1200年もの歴史があります。古都京都からも近く、古くは大盛況の温泉街だったのでしょう。鉄道が開業し、戦後はアクセスしやすくなり、満員御礼の日々が続きました。しかし1971年におごと温泉に隣接する場所にトルコ風呂ができたそうです。ここにできた理由は、京都や大阪の特殊浴場の営業が禁止されたため、こちらに移ってきたのだとか。大阪と京都は出店禁止となる。その代わりにできた風俗街、そりゃ近県の人たちは通いますよね。すでに琵琶湖大橋もできています。琵琶湖の東側の人も湖を渡ってきたのでしょう。繁盛すれば2軒、3軒と増えていきます。
最盛期は50店舗ほどあったのだとか。現在は34店舗くらいに落ち着いているようです。風俗街は繁盛していたようですが、温泉街は閑古鳥状態。人が寄りつかなくなり、寂れた温泉地になりました。ただ最近になってテコ入れをして、温泉地も盛り上がりつつあるのだとか。以前はおごと温泉だったのでしょう。しかし風俗街のイメージを払拭するため、おごと温泉とひらがな名にしたんだとか。昭和な感じの入り口です。一つはシルクロード、もう一つはゴールデンゲート。どちらも桃源郷につながる道であり、この2つの入り口が別の温泉郷の入り口です。鎌倉御殿、千葉にもあるし、熱海にもあるし、小名浜にも同一名称のところがありました。全国チェーンの店ってことなんでしょうかね。寂れたバスへの風俗街ですが、現役バリバリです。地方で交通の便が良いわけでもありません。車社会ですので、どの店も駐車場完備です。そのため駐車場を管理しつつ、呼び込みをするスタッフが店前にいます。もうお決まりですか、と声をかけてきます。決まってるんでと答えると、またの機会にという感じで、ゴリゴリの営業はせず安心できます。とは言っても全てが優しい店ではありません。中には結構強引な客引きもいました。そういう人に限って見た目がアレなんですよね。まあこの手の施設を運営しているところの中には、その手の組織の人たちが見え隠れするもんです。おごとはクリーンな風俗街ってことですが、それって清楚系ビーチみたいで矛盾してるところがあるんです。街の中を漂う空気が安全な街じゃない感じ。でもタトゥーがある人の入店拒否をしている店がおごとにはあるそうです。暴力団を排除しようとしているのでしょうね。なんかスーパー銭湯みたいですね。ある意味スーパー銭湯ではありますが、そもそもが駅前ソープとは少し様子が異なります。何もないところに突如現れる風俗街です。ほぼ車で来るような場所なので、事前に予約して来店する感じなのでしょう。成り行きでこんなところ来るはずがないんです。成り行きでここまで来たのですが、都心では味わえない雰囲気です。過激な雰囲気の建物もしばしば。温泉街からしてみたら、こういった表記のある店は嫌でしょうね。しかし不況の波はここにも押し寄せています。風俗店も客が来なければ店が成り立ちません。全盛期は50店舗あったそうですが、3割ほど潰れたようです。既得権益があっても社会的地位の低い風俗営業は、一度傾くと立ち直るのは難しいのでしょう。ちなみに大ごとには日本三大ソープランド店の1軒があるそうです。他2つは熊本と吉原にあります。大ごとのその店は格式高く、入店するのにドレスコードがあるんだそう。スーツまたはそれに準ずる服装でなければならず、サンダルや短パン、T シャツは入店できません。現在サンダルに短パンに T シャツ姿です。そのため入ることも近づくこともできません。ここまで来たのに入れないのは残念です。でもそのように決め事があり、それをしっかり実行しているのは素晴らしいです。それだけちゃんとしているところなんでしょう。おごと温泉とおごと、この2つは相入れないようです。温泉からしてみれば、後から来た分際でおごとを名乗るなんてなんてことか、という気持ちなのでしょう。風俗ができたせいでイメージが悪くなり、客足が遠のいたと思っているのでしょう。確かに家族客は行きづらくなったのでしょうが、仮に風俗店がなかったとしても、旅館ではコンパニオンを呼んでツイスターゲームができるのです。旅館側も色で客を呼んでいるところがあります。
今後生き残りを目指すのであれば両者が手を組み、おごとを盛り上げていくのが良いのでしょう。現状では温泉利用者と風俗利用者は住み分けができています。そうではなくお互いの良い部分を尊重し、助け合いながら町を作り上げるのが良いのではないでしょうか。新しくなったおごと温泉を期待しております。私はこれより紳士服を買いに行きます。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。